最近の写真は 1+1 は2じゃないんです。サバの味噌煮。いやいやいや、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。なんか閉まるかなと思ったんですけど、このままずっと5時間くらい話しそうだったので出てまいりました。はい、1曲目はね、スタメンを歌っていただきましたけれども、うちの父親がもうよく歌っている曲でして。父親がですか？おじいちゃんじゃなくて。あ、父親ですね。27年前ですからね。はい、ベスト10とかトップ10という番組がありましてね、あの時に皆さんに歌っていただいて、でこれ発売したのはね、昭和52年なんです。はい、そうなんです、ね、33年前なんですけどね。交代して、まあ、大好きなんですよ。このシサメを。カラオケ行くと必ず加山明夫君のシサメを希望します。いいね、だって交代してんから、スナック行って加山明夫の一目で出てもらえんか言わないでしょ。一応やっぱり希望しますって感じで言ってんじゃないか。いや、でもね、本当に小さなお子様からこのお年寄りの方まで、はい、みんなが歌える名曲っていうのは本当に素敵なことで、でも実際、この歌をもらった時というのが20いくつですよね。